Hey, what's up, YouTube? どうも、ソウジです。はい、ということで本日なんですけど、以前4月にですね、案件をいただいたラコステさんから、今回新作が2足出たということでですね、またちょっと履いてみてほしいとの連絡をいただきました。ということで今日はですね、そのラコステさんの新作2足ですね、どんな感じのスニーカーなのかっていうところをですね、動画撮っていきたいなと。一応概要欄の方にですね、前に紹介した時の動画のリンクっていうのも貼っておりますので、ぜひこちらもご覧いただければなと思います。で、そのラコステさんですね、こう、ポロシャツでご存知の方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、プロテニスプレイヤーのですね、ルネ・ラコステさんが創業したフランスのプレミアムファッションスポーツブランドでして、現在もジョコビッチであったりとかメドベージェフといったトップテニスプレイヤーをサポートする歴史のあるブランドです。そのラコステがですね、現在力を入れているフランチャイズシューズ L シリーズ、その L シリーズの最新作とですね、今プッシュしているファッションスポーツスタイルのための足元を意識した2足が今回届きました。ということでその届いたのがこちら。今回この2種類が届きました。ということで今日はですね、この2種類のスニーカー、これがどういったスニーカーなのかっていうところを見ていきたいなと思います。ということで、まずはですね、こちらのモデルから紹介していくんですけど、こちらがですね、L005 というモデルです。こちらがですね、ラコステの定番のコート系シューズっていうのをモチーフにした L フランチャイズシリーズの最新作。前回紹介した L001 のスタイルっていうのを踏襲してるみたいでして、ボリューム感のあるシルエットながらも軽量っていうのが特徴みたいです。ということで、よりで見るとですね、こんな感じのデザインです。このアッパーのレザーの部分っていうのは、脂肪感のあるレザーが使われています。で、ヒールサイドにはラコステのワニロゴ。まあ、特にこのカラーに関してはですね、めちゃくちゃいろんなカラーっていうのを使ってるんですけど、こちらですね、こっちはもう配色はめちゃくちゃシンプルです。もう白にここのラインっていうのを黒。で、シューレースであったりとかライニングの部分っていうのを赤で配色。で、こっちはもう真っ白。まあ、この L005 のですね、まあ、デザイン自体ですね、すごいアッパーのデザインっていうのはクラシックなデザインなんですけど、まあ、トレンドのボリューム感っていうところですね。しっかりボリューム感のあるシルエットで、このミッドソールの部分ですね、これ見てもらってもわかるようにですね、結構分厚さもあります。で、つま先にはベンチレーションホール。で、アウトソールのデザインはこんな感じ。まあ、かなりこうクラシックなデザインで、そんなにこう癖があるっていうわけでもないので、本当に幅広いスタイルにはまりやすい一足なんじゃないかなと思います。続いてこちらの2足目のモデルですね。これがですね、アクティブ4851というモデル。このアクティブ4851というモデルはですね、近年ラコステが打ち出しているファッションスポーツのスタイルっていうのを鮮明にするアスレジャーなスタイルの一足とのことです。アスレジャーってどういう意味や？アスレチックとレジャーを組み合わせた造語。ニューヨークであったように西海岸でヨガウェアの進化系として浸透して、その後スポーツブランドとアパレルブランドがこぞって提案するようになったと。なるほど。まあ、簡単に言うとスポーツスタイルってことですね。で、こちらもよりで見るとこんな感じです。まあ、こっちのアクティブ4851もですね、こう、コートシューズのスタイルっていうのをモチーフにしてはいるみたいなんですけど、結構デザイン的にはですね、ランニングシューズのエッセンスっていうのが多くミックスされてるんじゃないかなと思います。で、スニーカーのこの外側ですね、は完全に無地なんですけど、内側ですね、にはこんな感じでラコステのこうテキストっていうのが入っています。で、これですね、アッパーの素材ですね、ダイヤリップストップの素材感っていうところとですね、こう可能な限り正方箇所っていうのをなくしてるみたいなんですよ。これ見てもらってもわかるように、ほとんどステッチないじゃないですか。まあそういったですね、こう現代のこの製法の技術っていうところもこう見せる一足なのかなと。で、このソールですね。ここはですね、反発性の高いクッショニングと軽量性もあると。確かに持っても軽い。ちなみにアウトソールはこんな形状。黒の方のデザインもいいですよね。はい、ということで、まずはですね、こちら L005 の方から履いてみました。よく見るとこんな感じですね。まあ、デザイン自体がですね、すごいクラシックなディテールなので、まあ、履くパンツであったりとか、僕は普段こうダボっとしたパンツを履くことが多いんですけども、まあ、履くパンツは選ばないんじゃないかなと。で、前回のですね、L001 とかも履いた時もそうなんですけど、やっぱ履いた時のですね、足当たりといいますか、それがですね、やっぱめちゃくちゃ柔らかい。やっぱ軽いですね。ちなみに真っ白やとこんな感じ。まあ、ほんまにこう真っ白こそまあ何でもハマるといいますか、どんなスタイルでもハマるんじゃないかなと。で、こっちがアクティブ4851。こっちはね、かなりスポーティーなデザインになるんですけど、ボリューム感は結構あるし、そのクッショニング性ですね、っていうところに関しても、ちょっと反発性の強い感じのソールなのかな、やっぱり。っていうのを感じますね。まあ、なので、こう、スポーツスタイル、スポーツミックスのスタイルにはハマりやすいかなと。で、この内側のテキストもいいですよ。個人的な好みで言うとですね、やっぱりクラシックなデザインの方が僕は好みなので、こっちの L005 の方が好みではあるんですけど、まあ、普段のスタイルがですね、こう結構スポーツミックスな方であればですね、こっちのアクティブ4851の方がいいのかなと思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。で、今回紹介したですね、こちらの L005 をメインに L シリーズっていうのはですね、直営店以外だとアトモスとかでも展開されてるんですよ。で、さらになんですけど、今回10月1日から10日までの間ですね、アトモスピンクのフラッグシップ原宿の方でポップアップも開催される予定とのことなんですよ。で、僕のチャンネルをご覧いただいている方の中であればですね、こうラコステのスニーカーをこう手に取ったことがない、触ったことがないっていう方もね、多いかなと思うんですよ。ぜひね、あの東京近辺の方であればですね、その1日から10日まで開催されているポップアップ、ぜひそちらの方でね、どんな感じなのかっていうところを見ていただければなと思います。特に今回紹介したですね、こちらの L005 にフォーカスを当てたポップアップとのことなので、ぜひチェックしていただければなと思います。概要欄の方にですね、各種リンクを貼っておりますので、詳細などに関してはこちらの方をご覧いただければなと思います。はい、ということで本日はですね、ラコステさんの最新作 L005 とアクティブ4851の紹介でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. Bye bye.